真是大概一分钟。陈世面，陈世面，大家好，我是小小西伯，我是上海红福。今天是星期六，所以是小小随便说话。恭喜多了吧？我非常喜欢，素敌的呢，感觉不错，感觉不错。好，那今天的话呢，上河君他刚刚过来，任我现在在学习中文，就过勉强します。哪里帮 ？A 帮 ，A 帮说清楚了是呢。那所以呢，就是跟上次一样，我叫他好好用的中文。でまあ、早速本題に入りましょう、はい、中国に来て買い物をするとき数字が分かんないと大変なんです。あ、そう、難しいんだよね。聞き取れない、いくらなのかとかね、聞き取れない。なので最初に数字を覚えましょう。はい、分かりました。1から言うから僕の後についてきてください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、じゃあ2は5は4と6は4、6、7と8はジーバー難しい、はい、難しい。7と8はジーバー。正解。おー、合ってる。やったー。 OK、 だから買い物するときに必要な中国語を教えるよ。あ、ありがとう。春先になってくると、はい、1枚上に羽織るものが欲しいよね。寒い、まだ寒いからね。あの、日本でもよく着るあのデニム柄のジャケット、あ、なんていう、ジージャンか。ジージャン、ジージャンです。中国でもね、一緒なんですよ。ジージャン、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 ジージャン。私のジージャンは、我的ジージャン。我的ジージャン。お父さんですから、ジージだジー。バーバー。バーバーだジージャン。それを略して、バーだジージャン。バーだジージャン。じゃあお母さんは、ママジージャン。お母さんの、で、ママだジージャン。略して言うと、マだじいちゃん。正解。おお、やったー。これかっこいいね、略して言うの。かっこいいでしょ。かっこいい、かっこいい。もう一回言ってみて。まだじいちゃん。正解。合ってる？正解。やったー。レストランにも行くよね。はい、行きます。レストランに行く。テイクアウトするのかそこで食べるのかって、これは結構重要な問題なわけだよ。いつも困るんだよね。うん、で、テイクアウトするときに必要な中国語を教えます。これであなたもテイクアウターですよ。なんだそれ。まず、まあ、おばちゃんが店長だった時にね、はい、ラオバニャンって言いますね。ほう、ラオバニャン、ラオバニャン、ラオバニャン。で、テイクアウトは、うん、我要打炮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 。続けてみて、ラオバニャン、我要打炮。正解です。合ってる？正解。やったー。で、あと、あの、男の人が店長だったら、はい、普通にラオバン、ラオバン、ラオバン、うん、ラオバン、うん、我要打炮。正解。待ってる。お前賢いな。やったね。じゃあお母さんのじいちゃんを持ち帰るときは、まだじいちゃん我要打炮。あー、素晴らしい。やったね、やったね。いいね、やった。ホールデイボーじいちゃんを持ち帰ることができるようになりました。じいちゃん持ち帰る、おめでとう、おめでとう。俺ちょっと明日これクラスで披露するわ。そうだね、バッチリだと思う。先生ももう覚えたらすごいね、ミカワってなると思う。本当？もう絶対なる。本当、学校が楽しみでしょうがない。学校楽しみでしょうがないね、しょうがない。あ、なあ、では最後に皆さん日本語の勉強しましょう。今日の日本語はこれ。習うより慣れろ、習うより慣れろ、習うより慣れろ、習うより慣れろ。実践が大事ですから、ミカさん。そうだね。ここは中国なので、どんどん中国人と中国語を使ってコミュニケーションする、これが一番の近道です。はい、わかりました。これからどんどんこの言葉を使っていきたいと思います。はい、ハウナチってちょうだお、じゃあ違うというごめんな、ウェイゴウェイシンハイウチガピンのナミケジェン。バイバイバイ。お母さんのじいちゃんまだじいちゃん、おやおだぱお。やったね。最高だお前。やった、お前最高だよ。